おはようございます。頑張れ輪島、能登半島被災者支援仏壇無償提供頑張っております。はいはいはい、今日今雨が降ってますね。さっき結構降って、今ちょっと小降りになった。でも結構今降ってるんですよ。まあ意外と昨日もあれだけ降って今日も降るんだなみたいな感じでですね、はい、まあ一発ですね。今日も頑張っていきたいと思います。今日は月曜日、あ、まあ当たり前じゃあるけどですね、はいはいはい、やっぱですね、月曜日ってなんかシャキンときますよね。はい、さあ1週間の始まりでございます。はい、今日と言いながら、今日は25日だったから、と言いながら今忘れとるという。25日ぐらいかな、見えねえ見えねえ。あ、25だ。もう文字盤が小さいからね、もうおじさんじゃじじいじゃ見えねえよ。はいはい、3月の22日月曜日夜の7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業じゃ。はい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 、県知事選挙もやっと終わったしね。いやー、でも県知事選挙の間お客さん来んかったな。今回の県知事選挙はですね、すっげー激戦だったね。まあ、それは思いますよ。お客さん、農家のお客さんピタッと来なかった。まあでも本当激戦ですね。 52% 対 40% の戦い、いい勝負やったね。もう本当近年稀に見るお客さんの少なさでございました。やっぱ皆さん、やっぱ選挙の時は大体こらせないですもんね。今までですね、今までの選挙の中でも一番こらせだったですね。はい、まあまあ今日で選挙も終わりましたので頑張ります。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。お仏壇のお困りごと&能登半島地震被災者支援小型仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。